はい、キャプテンアスのバイブルトークです。えー、今日は1月の26、神、えー、明気球症です。え神、ー、明気球症よ。ちょっと見ますね。危険イスラエルよ。シェマでね。もう、結構ね、もう、動詞がいっぱいもう慣れてきたと思うんですけど、危険イスラエルよ。あなたは今日、ヨルダン川を渡って、あなたよりも大きくて強い国々を占領しようとしている。 そそのはは大きく、く城壁は天に高くそびえている。あなたがよく知っているアナ,アナク人は大きくて背が高い民であるあなたは誰がアナク人に立ち向かえるだろうかと言われるのを聞いたことがある「今日知りなさい」「ヤーダですね。あなたの神主ご自身が焼き尽くす火としてあなたの前を進み彼らを根絶やしにされる主があなたの前で彼らを征服されるあなたは主が約束されたように彼らを直ちに追い払って滅ぼすのだと。 あのただ与えるんじゃなくて戦って勝ち取らなければならない占領しなければならないあなたが神ですけどもあなたの神主があなたの前から彼らを,彼らを追い出された時あなたは心の中で私が正しいから主が私をこの地に導き入れ所有させてくださったのだと言ってはならないとこれらの国々の邪悪さの上に主はあなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだあなたが彼らの地を所有することができるのは あなたが正しいからではなくまたあなたの心がまっすぐだからでもないとこれらの国々の邪悪さの上にあなたの神主があなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだまた主があなたの父祖アブラハム・イサク・ヤコブになさった誓いを果たすためであると、えー、知りなさいヤーダですねあなたの神主はあなたの正しさゆえにこの良い地をあなたに与えて所有させてくださるのではないともう繰り返し お前が正しいいかじゃない事実はあなたは同じのを固くする民なのだっていうかあのあなたが正しいからっていうよりもあなたはダメですよねね頑固でねダメですよねあなたはアラであなたの神主にどれほど主をどれほど怒らせたかを忘れずに覚えていなさいこれザーカルですねこれ後ろ向きですね過去の失敗を覚えていなさいどんだけお前がねひどかったか、えー、エジプトの地を出た日からこの場所に来るまであなた方は主に逆らい続けてきた。 なんか雲行き怪ししくなってきましたねあなた方はホレブで主を怒らせたそれで主はあなた方に怒りを燃やしあなた方を根絶やしにしようとされたのであるあ,のあんまり、あのーこうね、見たくないけどもこの根絶やしって言葉も実は繰り返される言葉ですね。私が石の板すなわち主があなた方と結んだ契約の板を受け取るために山に登った時私は40日40夜山にとどまりパンも食べずに水も飲まなかったっていうことでモーセですけどもこのねモーセの「 この40日40夜の話がこのあとね40日40夜パターンが3回ぐらい出てきますね。例えば11こうして40日40夜の終わりに主はその2枚の石の板すなわち契約の板を私に授けてくださった。えー、で10回の板をもらってで降りてくんですけどもそしたらなどうなってたかと言いますと、えー、私は向きを変えて15節山から降りた山は火で燃えていた2枚の契約の板は私の両手にあった私が見ると見よあなた方は自分たちの神 主の前に罪あるものとなって自分たちのために鋳物の拳を作り主があなたに命じられた道から早くも外れてしまっていたっていうことでそれでもうモーセはそのせっかくもらっていたをガーンともうあのー壊しちゃうんでね打ち砕いたでその後18それから私は前のように40日40夜主の前にひれ伏してパンも食べず水も飲まなかったとええとりなしをしたということですねでそうすると 神様はそれを聞き入れてくださったとです、ね、えー、アロンも殺そうとしたんだけどもあのモーセが取りなしをしたらそれをね、えー、まあ救ってくださったその代わりその金の子牛をね、えー、火で焼いてもう,くもう粉々にしたっていう話があります。で22から今度ねまた別のとこまたあなた方はタブエラでもマサでもギブロテハッタアワでも死を怒らせたと。 ね、カデシュ・バルネアの事件もあったりしてもうまたそこでもう,もうお前ら殺すってなったんですね。えー、で25それで私はその40日40夜主の前にひれをしていたそれは主があなた方を根絶やしにすると言われたからである。モーセね俺苦労したんだよモーセはとね何回も殺されそうになったけどもあのモーセが取りなしをしてで私は主に祈っていった。 神、主よあなたの譲りの民を滅ぼさないでください。彼らはあなたが偉大な力を持って贖がい出し、力強い御手を取ってエジプトから導き出された民です。あなたのしもべ、アブラハム、イサク、ヤコブを思い起こしてください。そしてこの民の固くなさと、悪と罪に見顔を向けないでください。そうでないと、あなたがそこから私たちを導き出されたあの国では、こう言うでしょう。主は約束した地に彼らを導き入れることができなかったので、 えー、また彼らを憎んだので彼らをあなで死なせようとして連れ出したのだしかし彼らはあなたの譲りの民ですあなたがその大いなる力と伸ばされた身腕を持って導き出された民ですということでまあモーセがねその度にこう間に入って取り成した、まあ、祭祀ってそういうもんですけどもあれですよね最強のネゴシエーターですよね最後半結構ねモーセあの頭いいですよね。いやそんなことしたら せっかかくこう連れ出したのにに周りりら笑い者にな,なりますよあと契約違反ですよねっていうそういうねこともまあまあ,あのねそれだけではないですけどもでも本当に命がけでもーせは取りなしょうしそして一番大事なのはそういう私たちはあの選ばれたことに関して誇ることは何にもないんですとそれを忘れないようにしなさい覚えていなさいと。 エ,エジプトから40年間ずっと繰り返し繰り返す繰り返すイスラエルの罪と失敗のもう本当にこのね黒歴史ですよ。でもうこれ昨日もう毎日同じことやってますよね。のこの書いてるとこもね同じ私も同じようなこと言ってますけどももう後ろ向きで見る限りいいことなんか何一つなかった。ね。でもそれでも彼らはなぜ 前を向けるかモーセはなぜねこんだけね食い下がれるかっていうとヌドニクですよ私の民私の宝私が選び私が愛した子としてのそのアイデンティティを忘れない限り何度転んでも立ち上がることができる自分の力でなくても神様にお願いしますってね手をこうね差し出すことができると、えー、偉大な国民ですねでもその根拠は自分の強さだ強さではなくて 偉大なる神とその御言葉そして神様が選んでくださった「えー、あなたの譲りの民ですと」と、ね。しかし彼らはあなたの譲りの民です。えー、これナハラって言って前の役では修行の地,修行の地つまりあなたの取り分ですあなたのものです。イスラエルはあなたのものですあなたのこう何て言うかな財産ですと。ね 私たちこのね、あのー、聖,聖という言葉、ホーリーという言葉、えー、カドシュ、カドシュという言葉を使うんですけども、その聖というのは、それが正しいとか清いからじゃなくて、神様が選んだから清いということですね。よく私、これボルベンで言うと、2つのものがあります。どっちも大して変わりません。でも、神様が選んだらそれは清い。 こっちがとんでもなく悪いやつでこっちがとんでもなくいいやつだったとしても神様がこっちを選んだらそれが清いっていうそれだけなんですね。私たちは神様に選ばれて神様に、えー、の宝として、えー、私の民として、えー、選ばれたそのアイデンティティが重要だと、えー、それを申セはね忘れないから何度 もうダメだと思ってももう,もう自分たちがね自分のイスラエルが失敗してもう「神様待ってください」「神様お願いします」っていうことができた、えー、昨日のあのあれですね、あのーえー「人はパンの実に生きるのやらず、ね、神様の口か,ら、ね、口から出る一つ一つの御言葉によって、えー、生きる」という、ね、言葉が神明期にありますイエス様もそれを言いますけどもそれね 本当の意味ということでなんか本当の意味ちゃんと説明していないじゃないかって思うかもしれませんけどもあのただパンだけで生きるんじゃなくて現実的なものだけ生きるんじゃなくて神様の言葉大事ですよってだけの話じゃなくてこの話の中にはもう全然ダメなねあのダメなくせにそのパンを誇る自分の行いを誇る自分がなんか偉いふうに思うそれに対して神様が何度も何度もね えー、言葉をそしてこの命のパンである、えー、マナだけじゃなくて命のパンであるこの御言葉を何度も何度も与えてくださるっていうそういうね、えー、もっと広がりのある意味があるんじゃないかと思っています、えー、パンじゃなだけじゃなくてね神様御言葉ありがとうっていうだけじゃないんですよねはいということで、えー、今日はここまでにしたいと思いますそれではまたごきげんよう